エキシビシビョンマッチ神戸地弁ん3月17日高校野球女子選抜23日東京ドーム写真本塁打の松井秀喜氏を抱きしめ祝福する一郎氏マリナーズ会長付き特別補佐券インストラクターの一郎氏50が率いる一郎選抜神戸地弁と高校野球女子選抜が対戦する佐藤プレゼンツ高校野球女子選抜 VS サス一郎選抜神戸地弁 がが開催され一郎選抜が17対3で勝利したスタメンは1番投手、イチロー氏、3番左翼で3年連続参加の松坂大輔氏、44、4番中堅で初参加の松井秀喜氏、50。メジャーを沸かせたレジェンド3人が名を連ねた。松井氏は右太ももを肉離れしながら、守備位置を2回から3塁に移してプレーを続行。 8回には東京ドームで20年ぶりとなる劇的なスリーランを放ち、華やかなフィナーレを飾った。松井氏に参加を要請したイチロー氏はナプロデューサーぶりを発揮したこととなった。イチロー氏は同イベントの事前動画で、松井氏をどう呼ぶか問題、を明かしていた。長らく9回で切磋琢磨、切磋琢磨、してきたものの、接点がなかった2人。1学年上だが、だからこそ難しい。 と話していたこの日一日を共に過ごし、本塁打した松井氏をハグで迎えたイチロー氏。その結論は出たのだろうか。最初は秀樹祭で行ったんですけど、松井秀樹とも呼んでるし、ある時は五字とも呼んだし。五ジらとは言ってないですよ。五字、先輩は五字っていう人が多かったですね、当時。あとは雰囲気的にずいぶん大人なんですよね、年下の癖して。貫禄もあるし、 品格もあるしだからヒデさんとも呼びましたと明かすと報道陣は大爆笑いろいろぐが覚えたんで今後はいろいろ呼べます僕はなんかジラっていうのが結構好きなんですゴジラのごを取ってジラジラさんってジラさんとは呼んでないですと話し一気に2人の距離が近づいた様子を伺かがわせた